はい、どうぞ、ボス、ブーです。はい、みんなでバトルやっていきましょうか。あー、決まりましたね。キノピオですか。えらい声、キノピコの人めっちゃ花火上がってる。あんなことでもできるんですね。グルーミーマナー。グルーム、食事マナーってことですかね。え、なに？なんなの？え？食事マナーうわ、確かになんか海にさ、めっちゃ食べてきそうな人いるけど、名前がファックンですかね、あの人は。あ、人じゃないか。あ、これフォークですかね、この、上のやつ。ファックンにマナーなんてねえだろ、食事マナーなんてファックンに。どう考えたって、無秩序に食べ散らかすだろ、お前。ファックン。ジミー死んだ、俺。マジか。あ、だ、キノコとなんとかじゃん。せっかくキノコ落ちてるのに取らないじゃない。さあ、ここで、パックをしっかりと回避して、扉の中に入っていく。いや、でも出遅れてるからな。これゴールできるかな。ちょ、いかんいかんいかん。キラーの、報酬頻度が高すぎる。あ、こっちじゃない。もう一つの方だ。よし。ビックリボックスに入って、どんどん入っていく。透明色化を通って、いやでもこれもうゴールされてるかもしれんな。いや、されてることはないんですよ。あ、やっぱゴールされたか。でも俺だけ寝遅れた。うわ、こいつらみんなその3人だけがハイヤーで Q ポーズかわしやがってゴールいけなかった。こっちもよく考えてみようってんだおい。いつもと違う。なんか怖いな。怖いぞ。ホラーの匂いがするぞ。これでおかしかったらもうホラー確定だろ。あ、違う、お化け屋敷じゃないから、ホラーではない。ホラーではないけど、なんか、何どういうコースなの。さあ、やってみましょう。よし、キノコ耐えた。あ、キノコじゃない、猫耐えた。よし。これはカオス。あ、やばい。登れない。登れない。ちょ、なんだね、すぐ両ピンポイントでそんないけるな。いけねえんだよ、そのピンポイント。気持ち悪かったな。あのファイヤーバックの対応気持ち悪かった。ホラーだよ、ホラーだよ。これはいつもと違うよね、あのファイヤーバックの量は。あ、違った、ついて普通押しちゃった。いいね押したかった。はい、無というのはどういう意味ですかね。何もない意味の無ですかね。やっていきましょう。特に意味はない。逆じゃねえか。何もないの逆じゃねえか、お前。無の逆だろ、こんな。ああと、え、無理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 。おい、断幕系じゃねえか、もう。東方かよ。地味にこんなところに敵がいるし、いけねえじゃん。壁キックでもいけねえじゃん。え、これどうすりゃいいんだ。あ、死んだ死んだ。あおって、え、なんでさ、あの他の部分とかでゴッパー死んだの。それは気になる。誰がこうしたの、あいつ。まあ多分なんかギミックがあったんでしょうけどね。あー、地味にキノピオが。あー、くっそ。殺された。ていうか、なんだ、あの猫っぽかったブームがどうやって死んだんでしょうかね。わかんねえ。いや、でもあのキノピオね、勇敢だったね。ちゃんと猫っぽの下をね、通っていってね。いや、でもこれは、面白かった。あのね、あの炎の飛び交い具合がね、もう弾幕ですよ。東方ですよ。いやー、コース名に無と付けただけだから、その逆を行く際にもいい。さっき言いましたね。マリオですか。
よし。いいね、その説明いいね。中括弧の右側。もうでもこれはなかなか名コースだよ、感じするぞ。骨コースターが何個か。ああ、断末魔が。断末魔が聞こえる。骨コースターの断末魔が。ああ、骨コースターの断末魔が。何度も再生されていく。繰り返される断末魔。あれですね、歴史は繰り返すってやつですね。人は歴史から何も学ばずにまたこうやって断末魔を繰り返す。うるさいうるさいうるさい。いやさすがにですね、断末魔これ何回も聞いてるとうざくなってきますよ。大丈夫、まあチャンスはある。あーダメかー、くっそー、惜しかったなー。あの断末魔はすごかった。特に最後のところすごかったですよね。あの固まってるからさ、グワーッ、怖いですね。いやー怖いですね。なんかより深いテーマを感じた気がしますよね。歴史というか断末魔が繰り返されていき、そして最後には終末を迎える大きな断末魔が敵だ。そういうやつですよね。全然違うの、違うの、絶対に違うの。あーって決めましたね。キノピコですか。次のコースはネタ収集、硬い点線ブロック、硬い点線ブロック、なるほど。まあ新ギミックってことですね。いやーだ、やっぱりこういうの発見する人ってすごいですよね。なんだかんだ崩壊した、始まった瞬間に崩壊した。いやー骨パック、おーい、置いてかないでくれ。何だったの結局。え、こういうこと、閉じ込めないってこと、そういうことか、これ多分そういうことですよね。ちょっと閉じ込めないと気に食わないんで普通で。なんじゃね、今回はお前、うらっ、また、この